また、東京 FMJA 全農カウントダウンジャパンにナンバー・愛が出演することも発表され、新たなステージが待っている。3月2日には、ナンバー・愛の平野史洋、神宮寺優太、岸優太が、ロケーション101、拡大版に初出演することが発表され、ファンからも期待の声が上がっている。ナンバー・愛名義での番組初出演は、グループ結成以来初のイベントであり、新たな一歩の始まりとなる予感がしている。 この区間が場所1であるという事実には特別な意味があります。ロケーション1は昨年5月にトびに加入する前にトリオが出演した最後の音楽番組であり、その場所で再びテレビに出演することで彼らは過去と未来をつなぐ象徴的な瞬間のエンディングを迎えることになる。ナンバー、愛という名前の由来はグループ設立時にも述べたように最も重要な目標よりも その目標に到達するまでのプロセスや道筋が重要であるという考えは反映しています。岸優太は、みんなで楽しく過ごせることが特に大切だと思ったので、愛、私、愛という意味を込めてナンバー、愛と名付けました。今回のテレビ出演も彼らの進化と成長の一環であり、大切な道ですと語った。彼らがファンと共に歩めるように、ライニングオフィサー氏の2024年4月特別号のインタビューで、ナイト氏は、 自分はまだ始まったばかりで、道のりは長いと強調した。さらに、3月中旬にはトベアーティスト全員が出演する、ライブにヒーローズ t o b e ファーストスーパーライブが予定されており、世界中のファンが楽しめるライブストリーミングも予定されている。誰もが主人公となってヒーローになれるという希望が込められた今回のライブは、視聴ページの URL が発表されると、ファンの期待が高まる。一方で、ナンバー 愛のメンバーはヒーローになるべく進化しており、ナイトさんは彼らにどれだけ進化したかを見せたいけど、一番大切なのは感謝の気持ちですと平野さんと話すと、神宮寺さんは昨年7月7日にトベとの協力を発表しており、ファンと一緒にと繰り返し、今後の活動に期待が高まった。ファンとの親密な姿勢を大切にしており、M ーワワでの新たなスタートを通じて、ファンとの関係を強化していくことを発表した。また、 ファンへの感謝の気持ちも共通点として浮かび上がってきました。メンバーはファンをどうすれば明るく幸せにできるかを常に考えて行動しているという。かつてファンに別れを告げ、涙を笑顔に変えた場所で新たなスタートを切る会場アワの決意が現れたという。音楽やダンスのプロデュースにおいても自分たちが納得したものを世に見せたいという姿勢を常に持っている。最高のものを提供するということは、 常に最高のものを更新し続けることを意味し、その過程での成長をファンに見せることも重要な要素です。大人になるということは山に登るようなもので、苦しみもあるかもしれないけど、その先には美しい景色が待っている。彼らは287日前よりも間違いなく強くなり、ファンと一緒にいることを大切にしています。ナンバー、アイ、レハ、この驚くべき開発プロセスを紹介します。 そしてファンは彼らが将来何をするのかを楽しみにしています。東京 FM、JA 全農カウントダウンジャパンへの出演も発表され、新たなステージが待っている。それぞれの活動を楽しむこともナンバーアイの大切な姿勢であり、これからもファンの皆様と共に未知の物語を紡いでいくと確信しています。